はい、こんにちは。今日遊ばせていただくゲームは、うずき様制作のフリーゲーム、いにしえの都の謎解き物語、竜の酒間というゲームになります。いやー、もう、おとといからずっと謎が解きたくて。いや、なんかすごい本当にそんな気持ちになっちゃったのよ。何かを、なんだろ、見つけ出したいというか、探し出したいというか、考えたい？なんかとにかくゲームがしたくなって、そんな感じの。で、なんかもう思い出したのがこの作品だったんです。だからもうほんと今まさにこれを遊ぶべきだみたいな感じのタイミングが来たなーって感じです。うん。なんか遊びたい作品ってやっぱりどうしてもいっぱいあるんですけど、もうここぞという時が来ましたね。はい、遊んでいきたいと思います。これ、続きもので、前作もあるんですけど、全然、履修してなくても問題ないそうです。一章竜への備え物。はい、遊んでいきまーす。今回も4章なんだね。うん。あ、かっこいい。竜の酒場ってタイトルもいいですよね。すごいテンションが上がる。竜はかっこいいし、酒場ってなんか人が多そうでさ。新たな出会いが待ってそう。頭の中に何かが響くが聞き取れない。これ、うつきさんなのかな？ね、サムネが女性だったから、新しい女性っていうか新キャラだったからさ、竜が叫んでいるのか？なんか、何かを伝えそうな感じの竜。稲妻が光り、体に衝撃が走る。なんか何、何新たな力が手に入りそうな夢ですね。夢だよね？暑い。いや、暑い？夏のお話かな？あ、もう早速ここ竜の酒場かひょっとして。ね、待って、うずきさん動くけど今瞬きしました？めちゃくちゃクオリティが上がっている。行動よ？何をしているの？え、名前、もう出していいかな？多分、はてなはてなってことはすぐにあれしてくれるよね。藤宮いいおっぱいの藤宮さんです。すごく覚えております。いや、なんかマジで、クオリティが、あれ、藤宮さん？うずき、平宮教で学問部を収める学生。おそらく主人公です。藤宮さん、うずきの学友、成績優秀で名家出身。そう、なんか本当に完璧な女性ってイメージでした。それハイスペック。あれ、竜は？完全に寝ぼけてたらしいよ、うずきさん。竜？この絵のこと？え？いや、目の前に。何を言ってるの？寝起き？ここって酒場かな？学問所って感じかな？どうなんだろう？そうか、書を読んでいたらうっかり寝てしまったようだ。読んでたってことはやっぱり国士館かな？酒場じゃなくて。確か雨が降っていたような。稲妻も落ちてましたもんね。もうとっくに止んでいるわよ。ずいぶん熟睡していたじゃない。いや、ちょっと、変に現実味のある夢を見て。現実味はわかんないけど。竜がいる夢に現実味が、へえ、何を見たの？竜。すごいじゃない。竜の夢なんて、きっと縁起がいいわ。でもその後、雷みたいなのを当てられて、目が覚めてしまった。それは、災難ね。まあ、でも奇遇ね。まもなく、竜神祭というお祭りがあるわよ。竜神祭。竜神祭？竜の神様にお供え物をして、雷が落ちないことを祈願するのよ。ほうほうほう。お供え物しないと落とすぞっていう、脅し文句かもしれないね、竜の。竜神祭は、各地で行われるけど、平宮教のものは特に賑やかよ。知らなかったんだ。初体験ですかね、じゃあ、うずきさん、竜神祭。これから竜神祭のお供え物を買いに行こうと思ってたんだけど、来ない？目を覚ますにはちょうどいいでしょ？そうですね、ご一緒させてください。ふんふんふん。え、最初からもう出かけられるのかな？遥か昔、遠い東の地に平宮教と呼ばれる都があった。政治の中心地でもあり、経済や文化が発展、平宮教は栄華を誇っていた。その平宮教に国士館と呼ばれる、官営の学問所があり、そこは学問を収める貴族の指定や学術研究を行う学者で賑わっていた。
うずきはその国士官の学生であり、経済的な後ろ盾は弱かったが、日々何とかやりくりしながら勉学に努めていた。なんかちょっとしたお使い的なのをこなしたりもしてるんだっけ確か。これは、梅雨のある日、うずきが学友の藤宮と龍神祭の準備をしていた時のこと。おー、明るい。国士官中庭。なんか背景もだいぶ変わったね。すごいなんか華やかに見えます。花壇の札を選択することで行動できます。そう。あちこち行ったり調べたりできるのも楽しかったの。また、右下の筆マークのアイコンよりセーブロードができます。早速しとこう。はい、というわけで、とりあえず多分今は、移動するのかな？今、まあ。調べたいところをクリックタップ。この中が、あれ今、この中が行動だか。だわに見えたから藤宮動かしてるのかと思った。中身と、森林。森林はないです。なるほど。ここはそんなに調べられるところはないと。藤宮さんと話せる？周囲に人がいる場合、選択肢を選んで話しかけることができる。藤宮。いい笑顔。龍神祭のお供え物は、どれも市場で買えるわ。市場に行きましょう。デートだね、実質ね。勉学中の学生。この季節は雨が降ったり、雷が鳴ったり、厄介なことこの上ない。雷が鳴ったら、高い建物から離れた方がいいよ。高い建物には雷が落ちるから。なるほど。なんか山で雷に打たれた話を最近見てしまって。なかなかスリリングでした。スリリングっていうかもうダメだったけど、うん、だいぶ怖かった。道具を持っている場合、その道具を確認しようができます。今は何も持ってなくて、情報、これまで聞いた話を確認できて、同じ項目でも物語の進行度に応じた内容が変わる。これね、私前回見れなかったんだよね、ほとんど。読み仮名とかも書いてくれてて、あれだったのに気づかなかったからさ。平和教、政治の中心地で、経済や文化が発展している都。あれ、龍神祭。龍の神様にお供え物をして、雷が落ちないことを祈願する祭り、各地で行われている。で国士官が、平宮教の官営学問所、学問を治める貴族の指定や、学術研究を行う学者がいる。っていう感じです、今のところ。で、移動だな。選択肢を選んで別の場所に移動することができる。行動と市場で、なんか市場に行けって言ってたけど、あえてこう、あれ？ここ行動かな？中庭？ここ行動か。じゃあ全然酒場ではないんだね、まだね。オッケー。龍の絵が飾られている。お、この絵、右が切れていますね。そうね。元はもっと横に長い絵だったのかもね。ほうほうほう。片割れ見つかったりするのかな。で、なんかいっぱい勉強する道具がある。こんなもんか。オッケー。情報は増えない。はい。じゃあ、市場行っちゃおう。外に出る。市場。お供え物はいずれも黄色に関連して5つ揃える必要があるわ。黄色がいいんだ。お店で売っていると思うから当ててみて。おー、まさかの。なんかもうすでに謎解きチックなものが始まっている。調べる、押すの忘れちゃうんだいつも。ご飯どころっぽいな、この辺。タコやマリなどの遊具が売られている。マリは多分買った方がいい気がする。なんか、マリって縁起良さそう。たくさんの風鈴が売られている。風鈴も買いたい。もうすぐ夏だ。暑い時期なんだね。我々も今暑さと戦っておるよ。あれ？藤宮と話す。お供え物は？あれ？どうやって買えますか？移動？国士官、魚や乾物や漬物や、こんな感じでお店入るってこと？でもさ、お供え物、あ、そっか、食べ物お供えは全然あるな。魚屋さん。でも、黄色い魚なんてないもんね。調べる。あ、すごい、お魚も美味しそう。この魚は少し黄色いかな？黄色い魚がいる？ああ、当たりよ。これをお供え物に使うわ。まさかの。この魚は、オオヨ。この季節によく取れる海の魚よ。へえ。このオオヨをもらえるかしら。マイロ、オオヨは白身が厚く、煮ても焼いても美味しいぞ。ああ、いいな。お魚食べたい。オオヨを手に入れた。お魚調理がめんどくさいんだよね。話とかはできる？できそう。
焼け魚と煮魚、どっちが好みだい？どっちも美味しいけど、めったに食べれないという意味で煮魚の方が好きです。焼き魚はね、割とどこにでも売ってるんだけど、煮魚の方がレアな気がする。煮魚。煮魚が好きであれば、川や湖の魚もいいぞ。味が染み込めば、臭みもない。ほうほうほう。確かに調理法によって、変わるんだね、向いてる魚っていうか、こんな魚もいけるぞみたいなが。これはとてもいい豆知識。ってことはもう2回話すしかない。焼き魚に関しては、断然おすすめは海の魚だな。塩が下地にあるので香ばしい。生きてる段階から味染み込むんだね。匂い的にも多分向いてるんだろうな。皮じゃなくてこっちのが。で、藤宮さんは何か変わりますか？お、変わる。季節によって取れる魚は変わってくる。お店に並ぶ魚で季節を感じることもできるわ。いいなぁ。旬の素材って美味しいもんね。で、乾物や漬物や。ふんふんふん。今度は先に話してみようかな。乾物や。ほうほうほう。乾物は私好かんからね。あんまり、あれ？店主が来ないってことは調べるのが先だな。黄色い乾物って何？かんぴょう？茶色いかな、あいつは。スルメ。スルメだけ読める。あ、卵も読める。大きいスルメだな。そうね。買っていこうかしら。これもお供え物なの？あ、先に、友人さんのお供え物を買わないと。スルメ、こっちもスルメ。これ何？昆布？これはどこさんの昆布かしら。場所によって質がだいぶ違うのよ。こだわりがあるんですね。へえ。でも、友人さんには関係ないわ。そしたらね、見えるのが大根と、卵と、何これ、キツネ？キムチ？まあ、読めないか。まあ、卵が、黄身が黄色いから黄色なんじゃない？卵はお供え物ではないでしょうか。そうよ。これは簡単だったかしら。いやいやいや。全然難しかったですよ。そうですね。黄身がありますから。じゃあ、この卵をちょうだい。マイロー。卵を手に入れた。あと、それと、油もあるならもらえるかしら。油？あるよ。何か入れ物持ってきたかい？入れてもらうシステムなんだね。おー、おしゃれ。持ってきたわ。これにお願い。はいよ。これもお供え物ですか？油は黄色ではないと思いますが、なんかサラダ油って黄色に見えない？そうね。でも、油で揚げたものは黄色になるでしょ？なるほど。揚げ物もお供え物なんだね。なるほど。入れたよ。どうぞ。ありがとう。油を手に入れた。一気に二つ手に入る。この段階で話せるわけではない。お魚についての知識があった感じなんだね、あの人はね。乾物は日持ちするから色々な地方の特産品があるわ。ほうほうほう。待って、読めたかも。これ、海苔って書いてあんのか。もう、漢字が全然読めないから。多分なんかこの辺海苔って書いてそう。で、魚焼いて漬物屋ですね。この辺最後かな。たくあんだろうな、黄色い漬物。話せるな、藤宮さん。ここは老舗の漬物屋、とっても美味しいのよ。漬物の中にお供え物になるものがあるわ。なんだっけ、たくあんとぬか漬けも黄色判定かな。はい。たくあんチックなのが、ないが。まあ、とりあえず黄色っぽいものをそう。これは赤かぶ？赤か。そうね、珍しいわね。でももちろん、友人さんのお供え物ではないわ。このよく使ったキュウリは黄色く見えます？あ、見える。キュウリは違いますよね。いえ、当たりよ。え、なぜキュウリなのでしょう。キュウリはキュウリと書くけど、黄色いウリ、キュウリとも書くわ。そうなんだ。へえ、黄色いウリでキュウリはめちゃめちゃ面白いな。そうか、でも黄色ではないな。ふふ、でも熟したら黄色になるわよ。そうなると、もう美味しくないけど。そうなんだ。じゃ、キュウリって育ち切る前の、緑の段階が美味しいけど、黄色なんだね、ベースは。そういえばそっか。キュウリを手に入れた、面白。豆知識がたくさん。黄魚、卵、油、キュウリと4つ揃ったわ。あとは、お酒が必要なので、酒屋に行くわよ。お、魚、魚じゃないや。酒屋といえばですね。おうしと呼ばれる、特別なお酒が必要なの。なるほど、了解。こんにちは。いらっしゃいませ。
あ、藤宮様、これはこれは藤宮様って呼ばれてるんだ。お嬢様だな、顔が広いな。竜神祭に使う王将を買いに来たのだけど、ある？いや、え、ないの？どうしたの？はい、最近王将は品薄で出回っていないのです。そうなんだ。あら、竜神祭で買われてしまった？いえ、もうだいぶ前からこうなのです。それは困ったわね、祭祀に使いたいのに。他の平宮教の酒屋も同じだと思います。王将は平宮教の東にある坂本の町から仕入れるのですが、全く出回ってこず。どうしたものか。坂本まで行けば手に入るかもしれません。なるほど。まあ、行くのは大変だからいいわ。仕方ないわね。遠いのかな。残念。あれ、諦めるんですか？酒屋の主人。ふんふんふん。で、調べられるのが、酒樽。ふんふんふん。そんなもん？酒樽。こんなもんやな。OK です。どうしよう。もう揃ったから道具ちょっと見てみるか。お魚。海水魚。竜神祭の頃取れる海水魚。竜神祭のお供え物で使われて、身が厚くて煮ても焼いてもうまい。竜神祭のお供え物で使われる。説明は不要。もう純粋な卵。油も純粋な油。きゅうり。あー、そうそうそう。これ面白かった。OK です。ほいで。移動できるようになってるかな。なんだっけ、地名忘れた坂本。私が坂本の町に行って王将を探してきましょうか。本当に？それはありがたい。なるほど、またお使いこなしていく感じですね。私も行きたいところだけど、友人祭の準備があって。大丈夫ですよ、任せてください。ありがとう。そうだ、先ほど買ったお供え物はもらっておくわ。はい、どうぞ。王魚、卵、油、キュウリを藤宮に渡した。やった。一気に手ぶらになった。気をつけてね、助かるわ。なるほど。うずきは王将を探しに坂本の町に向かった。今回はあのお方出てきますかね。坂本の町出会うかな。ここが坂本の町、明るくていいところだ。さて、王将を探さないと。ふんふんふん。誰かいる。橋の通行人。坂本は湖のほとりにあり、水運が発展している。水運ってなんだろう。いや、水の移動って感じかな。いろいろな地方のお酒が集まってくるので坂本と呼ばれている。ね、町の人は、山際の寺の家職は町の外から来た人だが、物知りでいろいろなことを教えてくれる。物知りな人って面白いよね。いろんなこと知れて。暇そうな子供。暇だな。何か遊び道具ないかな。手に入れたら持ってってあげよう。へーへーへー、調べるところ。ふんふん、酒屋か、酒造かな？立派な建物だ。ほうほうほう。酒屋さんがいっぱいある感じですね。ほいで、酒屋、山際の寺。まあまあ、行かなくても困らないでしょう。酒屋に行く。で、なんか買ってあるけど、これは関係がなく。酒だるが置いてある。特に変わったことはない。これも酒だる？へい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 。じゃあもう入っちゃうぞ。あ、いる。酒屋屋の主人。すいません。なんだい？こちらに王酒は置いてますでしょうか？王酒？いや、置いてないな。ここにもない。そうですか。王酒がありそうな酒屋は知りませんでしょうか？王酒自体の流通が少ないんだよ。最近は特に見ないし、おそらく周りの酒屋でもないと思うよ。あれ、ヒントなしですか？そうなのですか。わかりました。ありがとうございます。ヒントなし。困ったな。困っちゃうね。ほう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 。もう調べらんないし、表通りに戻り。なんかある？話せる人かわしたりする？いや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 。なかったことを藤宮に伝えに、じゃない、寺、寺です。寺にも何かあるかもしれん。誰かいる？行商に、往来手形をどこかに落としてしまった。あれ、それ困るんじゃないの？あれがないと感謝が通れない。困ったな。酒屋でいい商売させてもらったと思って浮かれていたせいだ。ほうほうほう。これもじゃあ見つけたら返してあげるシステムですね。しっかりした石垣。ふんふんふん。ほいで。中に入る。どこで落としたんだろう。
家食、寺の家食。お参りですか？どうぞごゆっくり。ああ、一言。まあ、一言くれるだけでいいよな。気持ちがいいぜ。あ、何も調べられない。本当に？こんなに大きな建物があるというのに何も気にならないのか、うずき。ほうほうほう。あ。お賽銭箱がありますかって感じかな。お金を入れますか。まあ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 、ほんのり、ほんのり入れよう。うずきは日頃の良き出来事に感謝をした。はい。はい。座れた。お賽銭箱はもういい。お賽銭したよ。なるほど。ここはまだ今来るべきところではないのかもしれない。ハマス、どこで？どこで落としたの？謎だね。はいはいはいで調べても多分ないから、表通りに入り、もうちょっとじゃあ情報収集したら帰るか。床にはないよな、落とし物な。ハマス。はいはいはい、これは聞いた。これも聞いた。何も遊び道具も持ってないし、持ってないよね。持ってないね。戻れない。あ、戻れない。ほう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 。じゃ、何かあるんだな、この辺に。すいません。なんだい？あれ、これもさっき見たな。ふんふんふん。って分かってしまって、分かってしまっては、あ、落とし物これだ！これはなんだ？中に往来手形が入っている。誰かが落としたのかもしれないな。はい、手形入りの麻の袋を、麻の袋もうなんかすごい甘噛みしてんだよな、さっきから。はい、あ、いいね、当てる当てる。ほらほら、拾ってきてあげたよ。ほら、素直に返してあげるから。イェイ。酒屋の前で拾ったのですが。おー、これだこれ。助かったよ。持ち主に返せてよかったです。いい人。お礼にそうだな。これをあげよう。何くれる？釣り竿。ほうほうほう。お酒じゃないのね。あまり本格的なものではないが、うまく使えば釣れるぞ。釣りができるのかな？遊ぶにはちょうどいいとも。なるほど。お子様にあげるんだな。かしこまりました。つながりましたね。オッケーオッケー。もうお子様から何か返報を期待できますかね。遊び道具がありますよ。はい。これをあげようか。うずき優しいお兄さんになっちゃう。え、いいの？いいよ。旅行中、持ち歩くのも不便だし。釣り竿を渡した。ありがとう。代わりにこれをあげるよ。何？羊羹。ほうほうほう。めちゃくちゃいいものになった。これはうちで作った羊羹だよ。美味しそうです。寺の家食も大好きなんだ。お？まさかこれは家食にあげるパターンですか？坂本の子供からもらったもの。でも、移動、賄賂別に家食に何も今求めてない気がするんだが、あげちゃっていいのかな？どうぞごゆっくり、手持ちの羊羹を渡しますか？これは羊羹、何？いただけるのか？ご本、これはすまない、取り乱した。好物なんだもんね。坂本の人ではありませんね。どちらからいらっしゃいました？なるほど、コミュニケーションの糧にするわけね。すげえ、うずき。なんて賢いんだ。平宮京から参りました。王将を探しに来たのですが、知りませんか？王子か。最近めっきり見ないな。王子は濃い味付けの食事に合うんだよ。そうなんだ。さっぱりしたお酒って感じなのかな。え？おっと、自分はそうなので酒は飲めませんがな。飲むタイプの家食さんなんですね。自由なタイプだ。節操はもともと武士だったのだが、その後出家したのです。元武士。へえ、強いのかな。なるほど。坂本の町に行きたての頃は苦労したが、ある料理屋の世話になってな。それがあの子供のお店？その料理屋によく王子がありました。その料理屋は何というのですか？光悦です。坂本の表通りにありますよ。なるほど。ありがとうございます。光悦に行って分けてもらう感じ？でもその光悦もね、お酒どこから取り入れてるのって感じだもんな。調べていける？光悦。が、もうそもそも増えてます。料理屋光悦。行くぜ。ふん、広い。ごめんください。あれ、誰もいないのか。子供連れてきた方が良かったかな。誰もいない。じゃあもう調べるぐらいだろうな。なんか飲み物？シャレた邪気が置かれている。なんか乗ってるけどこれは関係なくて窓？奥。奥は調理場だ。あ、気づいてくれた。あ
お客さんかしら。ん、この人ですね、サムネ載ってたの。裏若き美少女だよ。よく考えればお腹が空いていたな。なるほど、ここでいただくわけだ。そうですね、何か手軽に食べられるものをお願いできますか。わかったわ、そこに座って待っていて。ただちょっと声がルミさんと被りそうだな。どうぞ。ありがとうございます。これは、乾燥タケノコの炒め物よ。乾燥タケノコ、なるほど。食べたことない乾燥したタケノコ、味に深みがある。食べたことない味だ。へえ、でも美味しそう。美味しいですね。ありがとう。そういえばあなた坂本の人じゃないわね。はい、平宮宮から王将を探しに来たのです。こちらに王将は置いてますでしょうか。今はないわ。でもなんで王将。平宮宮の龍神祭で王将を使いたくて探しに来たのです。なるほどね。王将は八景、ん？八景村で作られているの。そこに行けば手に入ると思うわ。よし、行ってみよう。どこかご存知ですか？知っているわ。案内してあげようか。おー、親切女性枠。え、それはさすがに悪いですよ。いいのよ。私もちょうど八景村で食材を調達しようと思っていたし、まあそう遠くないのかな。了解しました。それではよろしくお願いします。私はうずきです。リンよ、よろしく。リンさん、お名前ぴったりな感じ。リンさん、よろしく。八景村で作られています。案内してくださると。八景村は坂本の町から北に行った山奥にあるわ。山奥。うずきとリンは八景村に向かった。お、早速2章入ります。八景村。ああ、ここが八景村よ。なんか BGM の雰囲気がちょっと独特、思った家の作りが独特ですね。ここは異国から来た渡来人が多いので、平宮京や坂本とは雰囲気が違うわ。治安の方は大丈夫ですか？それにしても静かというか、違和感が。そうね。あそこの建物に人が集まっている。なんだろう？何ですか？なんて書いてあるんだ？不届き者に雷を落とすと、龍神様のご神託があった、八景村領主。ほうほうほう。どういうことだ？さあ、なんか犯罪を防止する感じの縦柵な感じですかね。なんか村人からじろじろ見られている感じ悪いな。なんかあまり落ち着かない BGM になってしまった。ねえ、平宮京とか行った時はすごいいい感じだったんだけど、縦札の周りに見られると言えなかった。雷、今度は誰が狙われているんだ。うずきもひょっとして狙われかけたのかな。老人が座っている。領主様は偉大なお方だ。これまでもご神託があった際に必ず雷が落ちている。ガチ雷かな、これひょっとして。ちょっと危ないね。大きな木、樹齢数百年にもなりそうな古い木だ。縦札はこんな感じだな。ほいで、建物。ここは宿のようだ。今晩はここで一泊することになりそうだ。こっち隣もだね。で、道、奥。なんもない。ない。ない。OK です。ほいだら。あれ、何するって言ったっけ？食材を集める広い道、村の中心。まあまあまあ、行くとしたら中心ですね。ここか。あ、そんなことない。ああ、綺麗な水の都的な感じなんだね。池の端に座っている男性。生活が苦しい。ああ、不況なんだな、歩いている女性。そこの祠で怪しいことをしない方がいいわよ。祠は漁師様が様々な儀式を行う場所だから。ほーん、なんか漁師様が、悪巧みでもしてんのかな。ちょっと怪しく感じちゃう。なんせ BGM これだからな。調べる。ふん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 。これは何かの祠か。ここ祠なんだね。池は建物が反射してる。なんか本当におしゃれなんだけどね、見た目的にはね。あまり明るい雰囲気ではないんだな。広場と広い道と祠。お店がないじゃない。ふん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 。広い道行ってみるか。こっちに来たらお店なのかな。ああ、店番をしている老婆。オッケー。あんた見ない顔だね。終わってしまった。特に何も買うものはないと。
品がいっぱい。道。飯どころ。おー、さすがに2連続で飯どころ行かないよな。行ってみちゃう？あはは。行けるもん。行けるなら行くしかない。飯どころ。ライバル店じゃな？女性主人。いらっしゃい。あら、凛じゃない。どうしたの？こちらの方が、平宮橋から王子を探しに来たそうよ。ここで帰るのかな？こんにちは。こんにちは。八家村で王子が作られていると聞いたのですが、どこで手に入れることができるのでしょうか？王子はすべて、漁師様が管理してるのよ。なんかもうほら、悪い人な気しかしない漁師様。なるほど。漁師様はどちらにいらっしゃるのでしょうか？村の中央の祠の奥を抜けて進んだ先に漁師様のお屋敷があるよ。ありがとうございます。本当は教えたくなかったのだけどね。え、なぜでしょう？漁師様は村人を脅して王将を作らせている。酒造りをしない者に龍神様の天罰が落ちると言ってね。そして王将販売の利益は自分が独占している。ひどい話ですね。でも天罰なんか信じられるのですか？天罰下るとしたら漁師じゃないの？それって。それがこれまでに反抗した人に天罰として雷が落ちているのさ。だからみんな怖くて美味しい作りをしている。なるほど。でもあなたは村の外の人だし、欲しいのなら漁師様のところに行けばいい。くれるのかな？素直に。お店の中は特別ない。はい、じゃあ漁師様のとこ行くか。村の中心にある、ほこら。いい雰囲気がとてもいいが、リンさんしかいない。漁師様いない。ここを奥に抜けると漁師様の屋敷があると言っていたわね。まだこれ、漁師様に会える段階じゃないんだな。ほこらの奥が屋敷。あれ、鍵がかかってる。あらあら、いけないんだな。鍵というのは往々にして近くにあるものよ。防犯意識がない。掛け軸の裏とかこの辺、花瓶の中に何かが入っている。取り出しますか？これは見つけましたかね。 OK です。花瓶の中から鍵を取り出した。おー、すごい分かりやすく鍵。小さな鍵を手に入れた。ほいね、まだ何かあるかな。この辺にはな。騒げ、行くか。はい、外に出る。出ない、出ない。調べればいいか？はい、木戸がある。この奥が、屋敷。開けます。行きましょう。木戸が開いた。行くか。漁師様と揉めなきゃいいんだが、絶対悪い人の気がすんだよな。そうだ、私は食材も買い出しに行かないといけないので、別行動にさせてもらっていいかな。リンさんもなんか嫌な予感してんじゃないの？なんか嫌だな、一人で行くの。もちろんです。まあ言うしかないけどさ、一人で行くの嫌だな。ありがとう。あとね、古着にある広場で落ち合いましょう。奥に進もう。誰もいない。移動。ああ、じゃあ調べるしかないね。門は閉まっている。呼び出しますか。はぁ、気が重い。ごめんください。誰だ？領主様のお宅を探しているのですが、ご存知ありませんでしょうか？それはここだが、何用だ？平宮教の国士官から来たのですが、龍神採用の王子が欲しいのです。主人に聞いてくる。入るがいい。ほうほうほう。ご丁寧に案内してくれるのね。立派な家だな。こんな豪邸があるとは、ほんとなんかお店って感じ、個人宅っていうか。わしが八家村の領主じゃ。ほうほうほう。平宮教国士官から来た宇月です。龍神採用の王将を探しに来ました。ほう、誰に頼まれたのじゃ？友人の藤宮というものです。藤宮。あの藤宮家か。あのなんだね。ほんとに、名が高いんだな。なるほど。それではお出ししないわけにはいかないな。おい、王主の年代物を持ってきてくれ。はい、わかりました。筋力があれば、ある程度優しい。ちょうど、食事をこれから取るところだったのだ。よろしければ、ご一緒にどうぞ。もてなしてくれる。いきなり丁寧になったな。ありがとうございます。一緒に食卓に着くんですか？なんか、ちょっと嫌な予感しない？
何の話をするか、手元の料理について、王子について、神託について、これ全部聞けますかね？一応セーブしとくか。というか時間オーバーしてました。というわけで、待って、次回。はい、ありがとうございました。